小学生たちが大丸福岡天神店にある糸島市の野菜などを扱う店で、去年から育ててきたキャベツや白菜などを自分たちで販売しました。この取り組みは学習塾の全教研と糸島市の企業が進める学習プログラムで、野菜を作る過程から販売に至るまで農業を通じて経済の循環を学ぶのが狙いです。種から作ってるんかなと思ってちょっと感心しました。はい、おいしく食べてほしいです。売り上げたお金の使い道についても子どもたちが考えて来月会議を行う予定で、全教研は受験に必要な勉強だけではなく、将来を見据えた教育をしていきたいとしています。